福島県の皆様、こんにちは。桃田健斗です。オリンピックまであと1年になりました。日頃の福島県民の皆様の応援を、力に変えて、オリンピックまで全力で突っ走っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。